どうもどうも、マッシュです。こんにちは、ブルです。はい、始まりました。後編の動画でございます。はい、結果が出ましたね。そうですね。うん、なんと僕のナイロンパンツが売れました。ありがとうございます。なんとですね、なんとですね、よかったね、売れて。気になる額のティーゼルの方は売れませんでした。売れませんでした。リアルやな。そうですね。まあ、てのも、これ、動画撮ってから2日3日目ぐらいに今、回してるんですけど、ね、3日目でまさかの僕のパンツが売れるっていうね、うん、メルカリで言ったら3日目で売れるってまだない話やんか。ね。うん。確かに。まあ、なんで売れたのかっていうのをちょっと深掘っていこうかなとは思うんですけれども、価格帯は、相場よりかは安くするっていうのはもちろんなんですけど、ガク、うん、が投稿する際にも言ってた、詳しい詳細を何枚も載せるっていうのと、ガク、うん、がね、途中で商品の説明書きますって言って、まあ僕、うん、あの動画では、いや、僕は書いてないんですとは言ってたんですけど、僕はあの後に書いたんですよ、実は。ああ、そうなんですか。そうそう。なんかその、サイドでジッパー上げて、うん、そのスリット入れれて、ディティールも変えれますよっていうのと、引っかかりやすいように、そんなハッシュタグをつけるっていうのだったりとか、着画をトップに持ってきて、うん、他の商品だけ載せてる人とは違う、ちょっとパッと目に入りやすい。うん、ナイキナイロンパンツって調べて、うん、着画がやっぱ目に入るとは思うんで、うん、そういったね、他の投稿者と違った差別化をすることによって、なかなかこんな端的に売れることはないとは思うんですけれども、そうですね。そういった理由があって売れたのかなとは思います。うんうん、僕ね、上代がそれこそ2000ちょいぐらいだったんですけど、うん、今回売れたのが、まあ動画にも投稿した通りなんですけど、6999円。見せといた方がいいんじゃないですか。おう、確かに確かに。こちらですね。いいね4の中の方、ありがとうございます。まあちなみに僕がいいね1なんで、3人の中から買ってくださったんだとは思うんですけど、販売手数料が 10% 取られて6300円。うん、で、送料がこれレターパックプラスで発送しようかなと思っておりますので、まあ520円。うん、ってことは、5880円か。うん。ん？違うわ。500円で200円。5780円。利益で言ったら、こんぐらいです。3000円ちょいぐらい。そうですね。ですね。うん、買って、うん、売れて、で、ちょっとした小遣いに売れたら、ラッキーとなるとは思うんですけど、うん、なんか僕的に一番のベストは、そのパンツを履いて、いらんくなったな、ってなった時に、僕と同じように売れたら、うん、切れたし、売れるしって一番いいと思うんで。そうですね。ベストですね、それが。うん。あんまこれ、バレしてみてくださいって言ってええんかな。あんま良くはない。まあだから古着屋店員がディグると、うん、こういったね、販売利益も取れるっていうのが、投稿できたかなと思います。ガク、はい、はやってみて、なんかこうしとったらもっとあれやったなとか、なんかありますか？あ、けど別に、商品が悪かったわけでもなく、うん、気に入って使えるんで、前編でも言った通り、僕は割とまあ、商品売れなくてもいいなっていうスタンスだったんで、自分で使おうかなとは思ってますけど、やることはやったから、ね、別に、もちろん長く販売期間があれば売れてたかもしれないんですけど、ちなみにガクはこの後も販売する予定ですか？あ、しないです。欲しいやん。自分で使います、普通。まあ、てな感じでね、皆さんもぜひ、近くにセカンドストリートあると思いますので、はい。まあベストは額みたいに使うことがベストですが、まあいらなくなったよってなった時にちょっとでも自分の小遣いになるとは思うので、気が向いたら真似してみてください。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。まあ、これはもう今回で最後かな。そうですね。あんまり古着屋店員がやるのはよろしくないとは思う。わかるし、どんだけ売れるかとかも分かっちゃうんで、まあまあまあ、もうしません。はい、はい、それではまた。髪染めました。間違いない。ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラム、チェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。See you!